ばんは。やばいんですよね。充電できなくなってきた。ミシケンマシンさん、ゆきかぜさん、もかじさん、ありがとう。気分屋になった。充電器のコードが。つぼゆうすけさん、ありがとう。え、あるある、あるあるな。あ、そっか。あ、なんか目の色すごくない？テルさん、台湾のシェンさん、カムカムさん、コモチンさん、東京 TK 局長さん、修造さん、坪井祐介さん、ありがとう。え、カラコンしてない。ビルマさん、京平さん、M ケンさん、ありがとう。え、でもさ、口紅だけでさ、このこれですよ、このうるうる、うるうるというかツヤツヤ、なんかね、ラメが入ってるんですよね。わかりますか？あら、わかるわかるわかる。ここがお気に入りです。こんばんは。ね、カラコンしてるみたい。なんで？バーサの70、お高い。え、でも4000円ぐらいでしたよ。デパコスにしては普通やない？僕ミリタンとかでミチさんの噂してたら、ミチさん本人ってびっくりした。私もなんかミリタン誕生日だから、ちょっと入ってみたら私の話しててびっくりした。ダダダダムナさん、坪井祐介さん、スケーモンさん、坪井祐介さん、ダダダダムナさん、ありがとう。まさか逆さまみたいになった。今日は肌も白く見える。本当？ここフラッシュってなんだっけ。あ、そうだよ。なんで知ってんの？ルージュココフラッシュ。え、すごい。ホジェさん、ありがとう。リョウスケさん、ありがとう。いえいえ、こんばんは。ストーリーの声で返すやつめっちゃ良かったから定期的に見た日。ご飯に呼ばれたから途中でやめちゃったんですけど、もっとしたかったんよね、本当は。ミリタンの配信から。ミリアの真似。ミキさん、ありがとう。皆さん、こんにちは。STU48、今泉ミリアです。皆さん、こんにちは。STU48、今泉ミリアです。似てるやん。似てるような、似てないところが良い。似てるじゃんって。だってほら、やってほらね。やめてください。爆笑爆笑、笑っちゃう。爆笑爆笑って呼んじゃった。
それ本人はなんて言ってた？え、似てないですよ。そんなこもってますかみたいな。似てるじゃん、ほら。ミリタンもうちょっと可愛いと思うんだけど、出だし。出だしが可愛いってことは、あとは似てるってことですね。似てる、全然似てた。ほらね、ほら。ひでりんごさん、ありがとう。ミリタンこんなんなんだって。ほらね。大チョコピムルさん、ありがとう。楽しいさん、ありがとう。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。STU48、今泉ミリアです。うん。今似てた？しんちゃんさん、スカバラダさん、ありがとう。違うバージョンも練習しといてほしい。違うバージョン。すぐるさん、ときめきさん、してひばさん、ありがとう。うん。みりちゃんいたよ、さっきコメントしてくれてた。他のメンバーのものまね。できないできないできないな。いや難しい難しい、無理。できないできない。シティリバーさん、ありがとう。最近髪サラサラないよね。なんでなんだろう。別になんか特別変えたわけではないんだけど、てかなんか嫌だな今日なんか。いやもう無理です。ありがとうミリタンのファンの方。もうねできない。 どなたのモノマネも2期生でできるのはミリタンぐらいですね。うん、なんだっけ、ダイアンとジェミールフランのな洗い流さないトリートメントのおかげで髪がツヤツヤになりました。見ちゃってこの誇張ものまね。コースコースこのモノマネ見せてくれてありがとう。いいえ、ゴイゴイス2周年記念コンサート鑑賞中。お青いひまわりが出てるやつやん。ああ違うよ。今からアマゾンで買うからもう一回商品名ダイアンのあの何だったっけな、なんかねあのねダイアンにもいろんな種類があるんですよ。エクストラシャインみたいなやつがうちだったかコッコチだったか忘れた、どっちだったっけな。自分ちはね白、あの押すところが白、シャンプーが白半透明白でリンスがピンクのやつ、リンスじゃないでもトリートメントがピンクのやつで、ジェミールフランはあのチューブ型っていうのかなの洗い流さないトリートメント
んばんは。11日初お話し会。お。イエイイエイ。ガッキーが手のビオリス。ダイヤはユウスケさん。ダイヤのユウスケさんめっちゃ優しかった。あのなんだっけ、瀬戸ちゃれでご一緒したけど、優しすぎて、しかもなんかそのご一緒した後、その日の夜か次の日、いやその日の夜かな、なんかダイアンさんのなんかラジオがあったらしくて、そのラジオで今日は可愛い方々とお仕事してきてみたいな言ってくださってたらしくて、そう STU とダイアンさんの両方のファンの方がそれに気づいて、なんかロケ日この日こうやって言ってたよって教えてくださって、そうえってなりました。キュンってなりました。私とひなちゃん、でも可愛い方々って言ってくださったから、私も入れてくださってるので、しんちゃんさんありがとう。今日照明が違くない、場所が違くて照明は家の電気しかついてない。そうです、うん、お疲れ様。こんにちは。パズルはしないの？パズルした方がいい？ホジェさんありがとう。田村の月ちゃんとみちパイセンのダンスめっちゃ好き。タムキチと私の踊り方全然違うのに、ありがとうございます。こんばんは。タムキチはどちらかといえばミユ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 、ミユミユよりかな。パズルの白いとこ難しいでしょ。うん、あれから全然進まない。さっき TikTok 見てきた。イエイ。前髪かわいい。あ、ゆらさんにも似てる。ゆらさんと門脇さんのハーフ。またたびさん、ありがとう。おみちゅうって呼ばれたことある？うん、ふーちゃんぐらい。おみつって言ってくれるのは。たむきち門脇好きだから。うん。なんか、そう。道寄りのダンスをするに着せている。わかんないけど似てる、似てるなって思ったのはないけど、ちょっと一緒な感じかなって思ったのはあやぱんとか池田ちゃん、バンジャーモンスターさんありがとう。わかんない、なあやさんありがとう。わからんわからん。こんばんは。チュンチュンチュン。
私の好きな、あ、ダンス好きだなって思う子って似てる系統の人だからさ、多分そうそう、私と似てる、似てる人を好きになるって言うじゃん、なんか気になるとか。ミホリンも好きなんだけど、ミホリンはでもね、なんか違う気がする。自分の踊り方とは違う気がする。でもミホリンは私と彼女のハーフぐらいの踊り方なんじゃないかなって思う。分からんけど、そんなにじっくりみんなのダンスを見てないから何も言えんけどね。そうなのよ。ミリタンにモノマネされてた。ミリタン全然似てなかったね。そう、スタジオ公演はみんなの見るんですけど、ミニのねミニスタジオ、あんまり他の2期の子、まあ今はね、舞台もしてないし、見る機会が、生で見る機会そんなないもんね。うん、こんばんは。だからミニの子の話になっちゃうけどって感じ。スカパラダさん、バンジャラモンスターさん、ありがとう。今日リップ変えた？うん、最近買ったやつ。舞台行って見に行けるやつ、セプトさんのですか？コモチンさん、ありがとう。セプトさんのだったら行けるやつ。こんばんは。もうすぐ7日かな。最近 LINE をした2期メンバー、2期のね、 LINE みんなの持ってるわけじゃないんですけど、一番最近したのはあやぱん。私はまだ多分6人ぐらい、5人ぐらいしか、交換してない。コックさんのしげさん、スランプくんさん、ありがとう。自分からいけないんですよ。あ、なんか交換しようはいけるというか、なんて言ったら、話しかけに来てもらった子にはいけるんだけど、そう、昔48章でみちとみゆみゆとかのんの制服レジスタンス見たことある。それ私出てない。あーちゃんとみゆみゆとかのちゃんですね。いいよね、あの3人のレジスタンス、よかった。みちのコンビニでおすすめの食べ物は、ゆで卵。最近 LINE した1期生メンバーはココから来てたけどまだ返してない。しんちゃんさん、ありがとう。2期の誰と交換したい？みんな。STA メンバー全メンバーのグループラインとかはあるの？全メンバーはない。既読もしてないよ。なんか今日コッコの TikTok 上げたよって言ったら、全然ハッシュタグつけてないやんって言われて、ハッシュタグつけるの苦手なんですよっていう話をして、つけろって言われて、そのつけろをまだ見てないけど、
あの、なんちゅうの、ホームで見たというか履歴で見たというか、なんちゅうのかな、あの既読がつかないというか一文しか出てないからさ、それだけ見た。どんな話、ええこんなんじゃない会話って。全然もう内容のない話をずっとしてるよ。最近なんかさ、自分の言葉のイントネーションがおかしくなってきとんよね。なんでなんか、なんでなんかも分からんし、何に影響されとんかも分からんけど、本当になんでか分かんないんですけど、なんなんだろう、 YouTube とかなのかな、しとるよ。なんちたいの、会話のない話を、意味のない話をしとるよ、しとるよ、しとるよ、してるよ。なんかさ、なんかおかしいんよね、わからん。なんかね、東京とか大阪とか何もなく、変な変なね、変なイントネーションになってる。言い方か、しとるよがしてるよみたいな、してるよっていう。最近全然気にならなかった。嘘、インスタのストーリー撮っとる時もさ、ちょっとえ今のイントネーション何って自分で思った時もあったぐらい、なんかね、何も考えずにね喋りよったらね、イントネーションなんかおかしくなる時があるんよね最近。そう、あれ今のイントネーション何だろうって自分で思う時がある。モノマネの人が地声わからなくなるやつ確かに自分はよく語源はイントネーション違う、語源っていうの、ご飯がおもろかった、おやおや、もっともっとこれ増やそっかな、それとも切ろっかな、どうも。ふわふわ女子になりたいんですけど、なれんのよね。もう髪の毛、前髪とか全部一瞬でさ、ブワーって長くしてさ、そこからなんかふわふわ女子になれるためのさ、髪の切り方をしてもらいたい。内面的なニュアンス違う、外面的、外面なんていうの、外面よこうさんありがとう。なんかさ、自分さ、こうパスン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 なんですよ、パスンパスン。それが嫌なんよ。だからなんかこうなんていう、こういうさ、こういう触覚してさ、なんかふわふわってなりたいけど、でも黒髪でふわふわは難しいんよね多分。私は全部自分を偽って生きてきたから少しわかるわ。今は？そうそうそう、曲線曲線カーブ、そうそうそう、触覚って、え触覚って言わん？なんか自分の前髪付近っていうか、ここら辺が嫌いなんよ、とても。それはあの、あれです、髪のあり方、ほのたんみたいな前髪になりたいんよ私は。そう、実はね、
実はでつけるほどでもないけど、ミルクティー系の色にしたら結構ふわふわなる気がする。でもできんじゃん今、重めな前髪。ほのたん重くなくない？うん、髪質的になれない。もう前髪なしキャラになろうかな。今日眉毛何もしてないから、ちょっと眉毛何もしてないんだけど。ほんとあの前髪綺麗ねえ。どれの？そう、私ね髪の毛細くてね、細くてへにょへにょだからね、こう巻いてもさ横に倒れるんよ。だからこの巻いたそのままのカーブが残らないというか、巻いたカーブがペトンってなるんですよね。それが嫌で、自分がなりたいのはその巻いたカーブがそのままこうさ横から見たらさ、まあなっとんやけど、これは違うんや。そう、わかる？伝わったよね今。デブニアンさんありがとう。うん、わからん、難しい。みちが前髪センターで開けるとモニカの時の山本彩香さん、あの時のアーヤンさんめっちゃ可愛くてびっくりした。うわ何可愛い、なんでセンター上げにしてもこんなに可愛い人がいる、この世にいるんだろうって思った。アーヤンさん好きなんですよね私、実は。なんかそのモニカの時とか、前のニコ生さんの時とか結構お会いすることあったけど、そんな言えもしなかったし、そんなに話しかけもできなかったですけど、実はあやさんの、あやさん好きなんですよ。めっちゃ可愛いと思いながら見てる、いつも。あれで空手してたらやっぱすぎる、いいよね。 NMB さんはみんなスタイルいい。それな、なんであんなにさ、だって大阪ってさ美味しいものさ多いじゃん、なんであんなに細いんだろう皆さん。なんか NMB さんに入ったらさ、その美脚になれるさ、なんかマル秘本とかあるんじゃないかなっていうぐらいさ、皆さんスタイルが良すぎてさびっくりする。そうそうそう、美脚セミナー NMB に入ってからしかもうでき知ることができない美脚の何かがある、あるような気がするんですよね私。しかも結構さ、そんな、まあ、食事制限、みんな皆さん何かしらしてらっしゃるとは思うけど、なんかね、でも食べるときは食べる。だってミルルンさんとかもさ、スタバとかなんかいろんな飲んでたりさするやん。なのにさ、なんで UFO チキンとかも食べてらっしゃるメンバーさんいらっしゃったりさ、なんで。長年 NMB をしてるけど聞いたことない、聞いたことない。いや違うよ、その美脚になる方法はそうあることも言っちゃダメなんだって。もう何も、そう、それについては触れちゃダメなの。
全部秘密だから。何も触れないけど。があるんじゃないかなって思ってる。あんなに細くてまっすぐで綺麗な足の皆さんが集まりますか。ホジエさんありがとう。ってびっくりするんだよね、いつも。今日も思いましたもん。シンシンさんのなんかツイッターの画像を見て、なんちゃこりゃってなりました。うん。里出さん、ジユンさん、ありがとう。ワイもゴリゴリしよう。ふーちゃんも細いもんね。しんちゃんさんありがとう。足パカしながら配信見るか。おお。瀬戸内のみんなは何がそれがあると思う？みんなは私たちの秘密私は秘密だから言えないけど。坪ゆうすけさん、ブラウンヘアさん、ありがとう。秘密の。やばい、充電がなくなりそうなんですけど。でも充電器充電できないからさ、どうしようかな。村勝オンリーユーさん、雪風さん、ありがとう。携帯が悪いんかな。2個あるの両方できないんですよね。同じタイミングでできなくなった。ストーチメンバー全員記憶力エグいので絶対暗記パンさん暗記パン。インスタのストーリー最高だった。本当？気づいたらめちゃめちゃ返しててびっくりしました。自分のストーリー見たらさ、点々がこんなんでさ、びっくりした。そういうことよ。ね。インスタのストーリーもしないかも今日は。なんかやりすぎたかなって思ったから。ST は他のグループよりもショールームの時間ずば抜けて長い気がする。そこに秘訣は。でもね、めっちゃ面白いやつがあったんだよね。もっと返したかったんだけどさ。質問返して上のバーが細かくなるのアリティアンが憧れてました。
可愛い。ありちゃんやってほしい。インスタ絶対やった方がいい。運営は早くやらせてあげてほしい。みちが思う STA で一番歌うのが難しい表題曲。でも私思い出せる恋をしようだと思う。でも大好きな人もむずいけどね、低いから。愛とはが、前歯の字が綺麗でびっくりした。本当？白枠の中に白で文字が隠れてるの気づいた時感動した。バレました？よく見てるやん、よく見てるやん、すごいやん。無謀は難しくないよ、むしろ一番簡単な気がする。そう、重恋はいきなり上がるから難しい。昔話できたらいいの、もうね最後のサビとかもう大変ですもん、高すぎて。昔話できたらいいみたいな。昔話できたらいい。アリちゃんそこ余裕で歌ってた。いや私も歌えるよ、歌ってるじゃんいつもショールームで。地声では無理やけど。シティリバーさんありがとう。頑張ってしまう、地声で歌ったら。できたらいい。次すごい。そう涙以上に。シンドバッドが歌いやすいかな個人的に。青春輝き天使が一番歌いやすいよ。まつげパーマやってないよ。まあ確かに無謀の。トゥ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 が難しいよね。前髪を下ろして何をためらうの。 STA の曲キー上げて歌ったことある？全部元気しかないよ。誕生日なのであれお願いします。お、レオチョスさん、なんか倒れた。おー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 、いいじゃん。レオチョスさん、レオチョスさんお誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。レオチョスさんおめでとう、おめでとうございます、おめでとう。おめでてえな。あの光
から誰とも話さなくなった。ありがとうございます。今年もして一筋で頑張っていきます。お、ありがとうございます。おしめを応援してください。おきちゃん、おきちゃん、おきぽ、おきぽ、遠くから眺めてるだけなら失っても傷つかないけど、今日は教師の日だったらしいよ。ちの好きな乃木坂ちゃんの曲って、難しい。一番を選ぶのって難しいよね。なおくんさん、ありがとう。なんだろう、せっかちなよたつむに、しんちゃんさん、バンジャラモンスターさん、ありがとう。謎の落書き、でもそういうこと言うなら、そういうこと言うならスリーフォールドチョイスが好きやな。今話したい誰かがいるんだっけ、もう好き、あれも好き、マイヤンさんの、マイヤンさんのやつ、村でよりを撮り始めて500日になりました。おお、ありがとう。あ、そう、ガールズルールじゃない、オフショアガール、そう、オフショアガール、ギルスさん、ありがとう。でもあれも好き、あれあれマイヤンさんとマナッタンさんのやつ、ペッペ、まあいっか。でも扇風機も好き。心が、うん、二度目のキスから気をつけろ。僕らの前を通り過ぎてく、そう、君に恋をしてる、オーショアガール。逃げ水。ありがとう。扇風機と暗闇には共通項ある。そうなの。 IC も好きですよ。ケンケンパ、ケンケンパ、ケンパケンパ、ケンケンパ、あれも好き。あの温泉の3人組、ふんごめんねスムージー、こうさん、ありがとう。ハウス、ハウスも好き。命は、あれも好き。なんだっけ、魚のやつうん、出てこん。あのスタンドマイクで歌ってて、そう、魚たちのラブソングは、あのリズムフェスティバルですっけ、
ってやってた。カモンカモンカモン。ねさま、まぶしい横顔見てたら、と辛くなった僕のいたずら。ねさま、この恋友達なのに切ない、潮風たちがずっと前から君に吐いてる。ごめんね様。ちょっとユリークを撮ったの聞いて CD 買っちゃった。おろ。いつか見た古いフランス映画、その中でいっていつそれが太陽が沈んでいく瞬間、最後まで残る緑の光、それを見たら幸せになれる。なんだかいいよね、じゃあね、Miss you。切なくてただ会いたくてずっと空を見る。魚魚魚魚魚を食べると、頭頭頭頭が良くなる。さあみんなで魚を食べよう、魚は僕らを待っている。ときどきめきめきは3期へ、サンキさんの曲ですか。レンタンさんの。サンサンサンチェチェチェサンチェタイソーラタタ、君にときときめきめきだやつ。サンチェチェチェサンチェタイソー、サンサンサンチェチェチェサンチェタイソーシュリケン、サンサンサンチェチェチェサンチェタイソー。ドゥル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 。Hey, dun 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 dun。僕はサンチェ、熊のサンチェ、口癖はまあいいか。山遊び、海で魚釣り。ん？海で魚釣り？いつも腹ペコ食いしん坊。手を上げて、手を上げて、ジャンジャンジャン、ジャンジャンジャン、元気よく、元気よく、1、2、3、フレッチェ。サンチェの、もう一人はフレッチェちゃんです。サンフレのサンチェとフレッチェ。で、二人合わせてサンフレッチェ。振り付けは、あのね、アクターズスクールの先生が作ってくださってます。花子先生っていう先生。フレッチェ体操はない。サンチェってなんか韓国料理であった。サンチェねそれサンチェね、あのお肉巻くやつ。サンチェね。
ユニフレッチャのユニフォームが903番なのめっちゃ気になった。あれはね、サンチェは320で3フレなんですよ。でフレッチェは903でクマさんなんですよ。可愛いでしょ、クマさん。クマさんが背番号だなんて可愛すぎ。コウキさんありがとう。そうそう、サンチとフレッチはサンチェくんひらがなでツイートするのもかわいい。でも漢字読めるんよ実はこの前漢字でお話ししたら普通に返信いっぱい返ってきて、漢字も読めるんやサンチェくんってなりました。しんちゃんさんありがとういや、わからんよ、うん、翻訳こんにゃくみたいなの使っとるかもしれん、うん、漢字を一個一個調べとるかもしれん。たかっちさん、すーさんさん、ありがとう。そう、ね、多分そうよ。サンチェはいっぱいツイッターを駆使してるからね。村勝オンリーユーさんありがとう。シリに読ませてるかも。え、かわいい。そんなんかわいい。かわいい。想像したらめっちゃかわいくない？ね。でした、寒かったよこの前ちょっと。めっちゃツヤツヤしてる。そう、サンチお友達だけど私のことフォローしてくれないんですよね、ツイッター。あんなにリプはいつも返してくれたりさ、ちょっといい対応してくれるのにさ、フォローしてくれないんだ、カノティ。だからお仕事でご一緒して何としててもフォローさせたいそう、何回かサンフレッチェさんのお仕事はさせていただいてるんですけどね、まだサンチェには行き着いてないからさ、うん、なんとしてでもフォローさせたいですね。やっぱ口がチヤチヤして
チンチチンチンチチンチンチンチチン、これ何の歌でしょうか。チンチチンチンチチンチンチンチチン、チチ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 。ガチさんありがとう。すごい、私の歌唱力の問題、なんでわかるん。すごい、うますぎた。わらわらってことや。今日ポスター、ありがとうございます。びっくりした、うぞー、正解者ゼロかと思った。こうやったら目の色が、第2問どうぞ。もうわからん。トゥルル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 。上原翔っていう少年なんですけど、少年っていうの自分で、少年何歳、男女読みます。13位オフさん、12位マサジさん、11位リョウスケさん、10位ブルーさん、9位エムケンさん、8位ホジェさん、7位コウさん、6位ダダダダムノさん、5位シティリバーさん、4位ギルスさん、3位坪ユウスケさん、2位スーさんさん、チェカチェカチェカ、そして1位はドゥルルルルジジャン、東京 TK 局長さん。いない、私のところに壇上に。これかな、ありがとう。それでは今日も一日おつかのんでした。ありがとう。バイチャラプロ、おやすみ中。また明日、今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルンジジョン、あおりんさんでした。ありがとう。またね、いい夢を見てくだされ。 See you。